はい、皆さんこんにちは。勝手にガンバ会議の時間がやってまいりました。司会の徳丸です。そしてただのサポーターの長谷川さんです。よろしくお願いします。さあ、この番組なんですけども、ガンバサポーターがもうどうでもいいことを不毛な議論するという番組なんでございますが、今日は、はい、これのお宝コーナーということで、第4弾、はい、あ、もっといっぱいあった気がしますけど、はい、第4弾ということで、はい、お宝を持ってきた人は、はいはい、今日はここにしゃる、いない、はい、コロナでね、ちょっと移動が難しいですから、はい、はい、今日お宝を提供してくださった方はどちらの方ですか？僕の同級生の、はい、笹井さんが提供してくださって、はいはい、で今日笹井さんここにいないと。そうですね、はい、笹井さん広島に今住んでるんでちょっと来にくいですね、はい、大阪にはね、はいはい、ということで、今回は写真をね送ってもらったと。そうですね、はい、ということで、まあ僕らとしては現物も良かったんですけど、はい、まあなんせ段ボールなんばかりもなると思うんで。そうですね、うん、間違いなく笹井さんは、はい、実家は、緑地公園なんですよ。あ、そうですか、はい、豊中市の、はい、そうなんですよ、はい、うん、じゃあもうガンバ大阪って緑地公園で練習したことある？ないか、さすがに。トップはないかな、トップはないかな、ジュニアユースとか、はい、うん、あの辺かな、あと緑地で。そうですね、たまに、はい、なんかちっちゃいあのバンを見ますね、ガンバのマークが入ったね、はい、豊中校が、ジュニアがあるん違うか、うんうんうん、はい、そうだね、小学生クラスのね、はい、はい、ということで、そんな佐々木さんのお宝ということで、この辺に画面で出してるの？この辺で、まあここの辺どっかに、この辺ね、はい、この辺どっかにね、写真出るんで、はい、では1枚目、ドンって書いて、はい、お部屋ですね、これね。そうですね、お部屋ですね、はい、はい、もうなんか無理くり頑張る一緒に作った感じがこの撮影のためにまさかいつもこの状況じゃないと思うんですが。そうですね、はい、これやったらユニフォーム出まくってるもんね。彼子供にもいるので全部引っ張られて、はい、バラバラになるに違うから、ね、ああなるほどね子供に引きちぎられてるんじゃないかと、はい、まあ、多分撮影用にね全部こう並べてくださったなと思うんですけど、はい、まあでも写真送ってからすぐ出てきたから、うん、いつもこれの可能性もあるけどねなるほどね、そうかもね、はい、もしかしたら普段からこうなのかもね、はい、広島に多分長いことお住まいですよね。そうやね、10年は経つか経たんかぐらいじゃないかな、うん、ほなほら奥にほらなんだっけ、エキスポ、ガンバエキスポの時 の、 はい、シャツとかもね置いてありますけど、はい、スタジオ見に来てくださったんですかね。あれ、それともユニフォームかな、売ってるやつかな。あ、売ってるやつ、違うかな、うんうんうん、なるほどね。学校に入ってるやつもあるもんね、なんかね。そうね、で、あれは電があれ入ってね、うん、J2 の J2? 本当？昇格の時じゃない。あー、はい、あの赤いやつね、はい、はい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 、っていうのとか。あと、次行きましょうか。はい、はい、はい、あ、これでまさにそうですね。あ、そうですね、うん、そうですね、3位めっちゃ入ってますね、ガンバエキスポではないか、太陽の塔ユニ、太陽の塔ユニ、はい、あ、中が赤いやつ、いや、初回の方、あ、初回の方ね、ガンバエキスポって名前になる前のやつ、はい、はいはいはい、3位、3位もね、めっちゃ入ってますね、現地来てますね。わかんないけどね、番号もちょっと判別がつかないのでね、この時多分アデミンスおらんと思うけどな、これ前でもこれ A から始まってる、そうね、なんかアデミンスっぽいなんかね、うん、うん、まあ後からもらったか、あ、そうかもしれないね、もしかしたら、うん、次のシーズンとかにね、はい、もらったかもしれないですね。これ学校に入ってまた立派な学校ですね、またこれね、ここになんかお守りもついてるとか、ね、あ、ほんとだ、ほんまや、次行きましょうか、はい、はい、次、はい、ポン、あ、同じですね、はい、うん、これ、さっきですね、はい、そうですね、はい、楽から出たバージョンです、はい、細かいな、芸が、あ、これはなかなかですね、はい、左上から行きましょうか、そうですね、これは ACL ユニですね、そうですね、うんうんうん、優勝者都市かな、あ、そうかな、あの斜め、なんかルーカスが着てるイメージがあるんだけど、すごくこのユニフォーム、まあ、7番なんで、遠藤選手ですね、うんうん、はい、真ん中のこのグレーのやつは何だろう、ちょっと、ああ、多分あのコレオの時にこう配ったやつじゃない、あ、そうかそうか、あの 黒いやつね、はい、裏が青になってるやつね、はい、はいはいはい、か、新聞か、ああ、確かにコレオっぽいね、確かにね、うん、なんかこんなんあった気がするね、大きいもんね、サイズが、うんうんうん、で右側は多分アジアカップのこの真ん中の金色のパスがついてるんで、そうね、遠藤選手これも、うん、
500試合代表の、うん、うんうんのやつかな。あ、そんなんあったの。アジアカップじゃないんだ、うん、いや、アジアカップの時アジアカップだけどってこと、うん、うん、なるほどね。他はまあまだなんかボールがね、うん、ありますけども見たことないわ俺。これはサインボールで真ん中のね、うん、まあサインがいっぱい代表じゃないよ、 J リーグか、うんうん、ね、サインいっぱい入ってますね、ね、うん、下の段ね、はい、うん、これは宇佐美かな。あ、その上のサインですね、はい、はい、その横のポスターこれ、うん、あの2005の優勝の時なんですけど、はい、僕も持ってます僕の家に飾ってあります、はい、全く同じものがあります。これあるかね、優勝した時に送られてきたピンバッジ。そうか、景品かもしれませんね、はい、はい、犬は関係ないね。いや、これはユニフォームベアじゃない、このアウェーユニ。なるほどね、はい、そういうことね。これ時計は関係ないじゃない、時計は関係ないと、右上のね、時計は関係ないと思いますけどね。ボールとか全然見たことないやつあってね、なかなかあれですね、うんうん、ちなみに笹井さんは奥さんもガンバ好きですか。もともとガンバファンではないと思うんですけど、付き合わされてる感じですかね。まあ広島の試合であったり、はいはいはい、近隣であったり、うん、多分万博も綺麗だと思うんですけど、大阪でね、僕1回か2回ぐらいかな、お会いしてるんですよ。そうですね、あの、うん、勝手にアフターゲームショーの頃ね、うん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 、よくあのスルビバンド確かに、はい、ね、はい、整理中央もね、出ていただきましたね、はい、はい、我々言うても歴史は長いんですよ、もう10年近くやってるんで、はい、はい、それから次ユニフォームですね、出てきましたね、出てきましたね、ボールとユニですね、両方遠藤選手、あ、ここに書いてるね、アジアカップ、アジアカップですね、やっぱりね、はい、2010、うん、ね、いや、もうちょっと最近だと思う、2010、あ、オーストラリアやね、うん、2015じゃないかな、あ、うんうん、あ、こっちに書いてる、あ、そうだね、あ、思い出した、うん、PK で負けた、そうそう、PK で負けたやつ、そうそうそう、ちょうどね、この時僕とデューク大阪さんで、はい、インドネシア行ってたんですよアジアカップをよそめに、はい、そうそう、うん、シーズン開幕前で、うん、で、負けたので、うん、その足で遠藤紺野選手は、うん、日本に戻らずインドネシアに寄れ行ってたんですけど、そっかそっか、あ、寄らんかったんで、寄らんかったそうそうそう、そういう時期でした。ああ、なるほどね、あ、インドネシアから見たもん、代表戦、あ、そう、うん、インドネシアでもアジアカップやってたもん、まあ、やってたねそうだよね、さすがサッカーですね、ワールドワイドですね、はい、で、上が、ACL ですね、はい、うん、なんか懐かしいね、こう確かにね、うん、星がついてないからね、あ、優勝前はね、うん、星ついてないね、うん、一切ついてません、本当です、結構貴重かも、うん、はい、次、またこれは、うん、2013年のこれはね、うん、ちょっと先に聞いときました、はい、ウェディングユニフォーム、あ、こんなんあるんですね、ハッピーウェディングって、うん、今年はどうかわからんけど、多分ここ数年、多分そのシーズンのユニフォームで、うんうん、ガンバが販売してるやつですよ、うんうん、まあ、多分結構な、ね、お値段すると思うんですよ、そうですね、全選手、全選手サインこれオーセンなんで、あ、多分サインは後からもらってるはず、うん、あ、自分で後からもらってるから、なるほどね、友人が、うん、3万円とかそれがするんですかね、もっと大勢やから2万円ぐらいでしょ、でもコップリンパ入ってるから2着やったかな、1着やったかな、そうかそうか、分からんけど、うん、こんなんあったんや、そう、へえ、あ、でもこの頃からやってたってことだよね、そういうことだよね、2013って書いてますね、13、そうだね、うん、J2 の頃なんで、うんうん、そう、まさかこの頃のユニフォームで作るとはね記念になる、だってここに、うん、あ、ちょうど20周年、あ、J20 周年の時ですね、うん、あ、J2 でワッペないんやったっけ、あ、20周年やからこのバッチなんだ、このバッチなんだな、確か、うん、なるほど、でも、あ、今はあるよね、明治安田生命のところ、色は違うよね、うん、三角形のところね、J2 の J1 は赤、赤やけど、これここや、あ、これ違うね、うん、これは去年、これ去年、うん、なんでよ、なんか大勢のところと違うのかな、もう変わったのかな、なんか、うん、あっちがうん、J1 赤で J2 が緑やったかな、うん、J3 が白っぽい、うんうんうん、そうだったね、はい、これはなるほどお宝ですね、確かに、うん、はい、またユニフォームですけども、これは、はい、赤やから14かな、うんうん、これも
宝泉ですね。サインめっちゃもらってるよね、うん、すごいよねこれ。もうなんかこれ多分これ額に入ってるやつを私に取ってるんでしょうけどね、うん、きっとお経みたいになってるもんね経典になってますねこれね、うん、ほんとね、うん、こんだけ書く書いてもらうの大変でやね、ほんまね。これガンバボーイかな、左上、うん、あの J リーグって書いてあるとこそういうの下ね、うんうん、これはジェソクか、ハングルハングルだもんね、うんうん、全然わかんないけどすごい、ね、これは藤原やろね、4番そう、あ、そうだ、4番だもんね、うん、はい、ということですごいですね、まだあるのかな、もう終わり、これで、これ終わり、あ、あった、できた、これは1994年11月19日、あのよくあの映るんですとかでね、そうですね、大切ですかね、はい、はい、怪我で出ることができなかったフォワードプロタソフっていうね、はい、プロタソフこれね、前回僕の方だからやってるんですけど、はい、多分ね、ほぼ似たようなアングルの写真があったけど一緒に行ってる写真ですね、そうそうそう、はい、あの保存状態と見分けは違うっていうね、はい、しっかり保存されてますね、綺麗にね、はい、はい、プロタソフ何してるんですか ね今何してるんですかね、はい、当時はいわゆる、ソ連代表、旧ソ連、ね、旧ソ連代表、はい、まあこの時はもうソ連はなくなってると思うので、はい、どこやったかな、どこの代表やったかわからないけど、ロシアかな、わかんないけど、ロシアどこやったかな、はい、うん、でフォワードとしてね活躍してましたけども、はい、プロタソフめっちゃ覚えてるのがあって、うん、V ゴールがある時で、うん、相手のゴールに近いところのスローインがあって、うん、スローインをプロタソフが受けたわけよ、ゴール線にして、うん、でそのまんま胸でトラップして振り向きざまでドーンってロングシュート打って入るかー思ったら入ったっていうV ゴールで勝ったみたいなやつを全然覚えてる、俺覚えてんのよ、すげーと思ってプロタソフすげーって思ったのがあった、入るかーと思ったら入ったんで、ありましたね、アレリコフとねスクリーンやとかね、はい、でこ奥に映ってこ他は分かんないよね、これね、石井総次郎やね、あー石井これもう一人奥かは全然分かんないけど、本並じゃないやね、メトコフ、メトコフ、メトコフ94年おったかな、メトコフどうかな、はい、うん、はい、これはあ、これ、あの、唐島選手って、まあ、横に書いてるそうですね、ディフェンダー唐島健二選手ですね、はい、京都、田辺見てって言って、これだいぶ逆光でね、顔全く映ってないんですけど、うん、まあ、京都田辺っていうのは万博の前身の、はい、練習場ですね、うん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 、多分あのパナソニック松下電器の敷地内にあった、そうでしたね、確かね、はい、だからもう本当この練習場に通ってたっていう人の写真は僕はガンバサポーターの皆さんからよく見せてもらいましたけどね、はい、それこそ長嶋選手とかね、はいはい、見せてもらったことありますね、何回かね、はい、これどこなのかな、一緒に行ったんかな、違うか、一緒に行った、いや俺も一回だけ行ったことがね、俺一回も行ったことない、うん、もう、ま、今の練習場も、よそのクラブと比べ、よそのクラブと比べると大概見にくいけど、うん、もっと見にくかった。ああ、そう。うん、へえ。まあまだその頃子供やったけど、うん、なんか遠くの方でなんかやってるみたいな感じで。あ、それぐらいやったよ。そうそう。別にその席とか。ああ、もちろん全然なくなくて。もう立って金網越しで見て、しかも向こうの方みたいな。多分思ってる10倍ぐらい見にくい。そう。いや、もうまた行こうとなんで一切思わなかったし、ああそうなんや、多分徒歩とかで無理やったんちゃうかな、これまだあの胸のトレーナープーマやけども、うん、プーマで大丈夫やったのかなこれ、あ個人で契約してるんじゃない、あなるほどね、うん、そういうことね、はい、はい、ということで、あもう一枚あるかな、おあ磯貝選手懐かしいユニフォームですね、またね、これ万博、いやお祭り？多分、うん、ファン感謝デー、あー、ファン感ね、当時は開幕前にやってたので、うん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 、多分ね、一緒に行ってると思うんですけど、うん、大阪城ホールか、あ、そんなとこですか、厚生年金会館か、うん、どっちかやと思う、へー、うん、後ろに映ってるの誰や、外人や、ね、外人やな、俺外国人選手ですね、わかんないけど、でもこれ多分3年目やね、これユニフォームはね、確か、うん、
磯貝って3年目おったっけ。いや途中でレッツ行ったところだよ。フラビオじゃないやろしな。フラビオにしてはそうやね、違うね。フラビオじゃないね、誰やろな。パッと顔パッと見て出てこへんな。これでもこのユニフォーム売っててんの、この当日に。ああそう、このファン館の当日に。そうそう、しかも選手仕様のやつで、で磯貝がなぜかこれ6番着てる。ほんまや、ほんまや、まだこの当時は背番号が固定制じゃなかったのかな。リーグ戦は固定じゃないけど、カップ戦は固定のはず。あ、そうですか。特に天皇杯とか。あ、はいはいはい、だからこのユニフォームで、スクリーニャかな、なんかが天皇杯、神戸か万博かどっちかで、多分終了間際か V ゴールを決めて勝ったやん、喜んでスタンドに投げて、でそのユニフォーム時代の枚数がないから回収されて返してもらうスクリーニャじゃないこれ。面白いかな、シーズン中また活躍しなかった。そうだね、めっちゃ期待してたんやけどね、ブラドロビッチじゃないよね。ブラドロビッチはもっと怖いもっと怖いもんね、はい、ということで10枚ね、お写真を送りいただきましたけど、なかなかレアでしたね。そうですね、あの古い時代の、古い時代の、ね、弱いガンバの頃の。そうそうそう、はい、もう本当に。でも3位あんだけね、たくさんあって、はい、額に入れて飾られてるでしょうから、はい、まあ、お子さんの間の手からもね、逃れてるとは思うんですけれども、はい、またよかったらね、ソダイさんにもスタジオに来ていただいて、そうですね、はい、また当時のね、話も聞けたら、はい、面白いんじゃないでしょうか。はい、はい、ということで、今回のガンバ会議は以上で終了したいと思います。はい、ありがとうございました。